サンディエゴトロリーはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴで運行するライトレール及び道路線を運営する事業者。サンディエゴの交通機関を管理するサンディエゴ都市交通システムを親会社に持ちアメリカ合衆国発のライトレールとして1981年に開通した。2019年現在は胴体保存路線も含め4系統が存在する。 アメリカ西海岸を代表する大都市のサンディエゴにはかつて1886年に開通した馬車鉄道をルーツに持つサンディエゴ電鉄が運営する路面電車が存在していたがモータリーゼーションの進展により1949年4月24日をもって廃止されたその後のサンディエゴの公共交通は路線バスが担っていたが都市のスプロール化や金融危機により 公共交通の存続自体が難しい状況となっていた。そのような中で、サンディエゴ軍とそこに属する都市の政府間機関である総合計画機構は、郊外への輸送に適した新たな交通機関の模索を1966年から始めた。特に、サンディエゴ出身のカリフォルニア州上院議員であった、ジェームズ・アル・ミルズはかねて、より自動車社会に疑問を抱いており、 1975年にサンディエゴに充てられたハイウェイ基金のうち1%を公共交通の改善に用いる法案を制定させた。そして地下鉄や高架鉄道、高速バス等様々な案が出された結果、技術や建設費用の面からライトレールを建設することとなった。建設に際しては1976年にサンディエゴに上陸したハリケーン、キャスリーンによって、 甚大な被害を受けたサザンパシフィック鉄道の貨物船を用いることで建設費用の削減に成功した。そして1980年にライトレールの運営事業者であるサンディエゴトロリーが発足し、翌1981年7月19日に最初の試運転が実施された後、1981年7月26日午前5時2分に発車した一番列車から、 2019年現在のブルーラインにあたる路線の運行が始まった。開業時の車両数は14両、運転間隔は20分であった。計画当時、全時代的という風潮が強かった路面電車建設に対する反対意見は多かったが、開業初年度の利用客は1日1万人を記録し、翌1982年に車両の追加導入が行われるほどの盛況を、 記録した。さらに、開業3年目の1983年には、運転間隔が15分となり、1日の利用客も1万4000人に増えた。そして1984年からは、現在のオレンジラインにあたる路線の建設が始まり、1986年5月23日に、最初の路線が開通した後、1989年にも、 再度路線延長が実施された。同年の時点で1日の平均利用客数は4万8000人を記録し、1990年にはさらに7万1790人となった。以降も1995年、1996年、1997年、2005年にも延伸が行われ、特に2005年に開通したグリーンラインは、 サンディエゴトロリー発の地下路線となった。2012年にも再度路線延伸が実施され、サンディエゴトロリーの全系統がサンディエゴのダウンタウンを経由するようになっている。一方、2011年からは歴史的な路面電車車両を用いた胴体保存系統であるシルバーラインがダウンタウンに開業しており、2019年、現在サンディエゴトロリーは4系統の路線を、 運行している。ライトレール開業に尽力し、1988年から1994年まで、サンディエゴトロリーの親会社である、MTS の議長を務めたジェームズ・アル・ミルズの名は、サンディエゴトロリーの本社機能も有する MTS の本社ビルに関されている。2019年現在、サンディエゴトロリーでは、カリフォルニア大学サンディエゴ校や、UC サンディエゴヘルス、 商業施設のウェストフィールドアトックと接続するミッドコーストトロリーと呼ばれる路線の建設が進められており、ブルーラインの延伸区間として2021年の開通を予定している。また、サンディエゴ政府協会が2011年に発表した2050年に向けた交通計画にはミッドコーストトロリーに加え、サンディエゴ周辺への大規模なライトレール路線の 増設やサンディエゴ中心部のストリートカーの建設計画が含まれている。2019年現在、サンディエゴトロリーは、都心と郊外を結ぶ3系統のライトレールと、ダウンタウンを一周する保存路線1系統によって運行されている。一部の系統はネーミングライツ制度を導入しており、オレンジラインを除いた系統は30年間の命名権を獲得した事業者の名前が冠されている。 サンディエゴトロリーは開業当初から信用乗車方式を取り入れており各駅の窓口や自動券売機から乗車券を事前に購入した上で乗車する形となっている。車内では検察員による抜き打ち検査も実施されており乗車券を有していない乗客には多額の罰金が課せられる。二千十九年九月一日の改定以降基本料金は点五ドル十五歳以上の 高齢者や病人、障害者、6歳から18歳までの未成年が1.25ドルとなっているほか、5歳以下の子供は2人まで無料で同伴、可能である。乗車券は2時間有効となる通常のものに加え、1日券、30日間有効となる定期券などが発行されている。また、サンディエゴトロリーは非接触式 IC カードである。 コンパスカードに対応しており、使用時の料金は2ドルとなる。2019年現在、サンディエゴトロリーに在籍する形式は以下の通りである。シルバーラインで使用されている PCC カーを除いて、シーメンスで製造された車両が継続して導入されている。ありがとうございます。